どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの、309ですね。ではやっていきましょう。もう顔が見えなくなりましたね。どっから描いていこうかな。あー難しいな。どっから描いていくかな。でも手やわな。ここら辺かな。このポーズ最後なんですよね。煽り、かなりきつい煽りですね。そう、少し前にミスジ肉を1キロもらったっていうお話をしてて、で、一回にまあ僕お肉1キロぐらい食べちゃうんですけど、食べるときはね。日頃からそんだけ食べると、食費が追いつかないんで、そんなことはしないんですけど、まあ食べようと思えば食べれるんですよ。一回にね。で、ただまあ、せっかくお肉いただいて美味しい、その部位、いただいたんで、ちょっと料理をしようと思いまして、すじこんですね。そのミスジとか牛すじとこんにゃくを炊く。煮るか。炊くは方言ですね、多分。そういう料理がね、居酒屋さんとか行ったらたまにあるんですけど、まあ、それを作って、美味しくいただいたわけですよ。もうね、最高でした。あ、でね、残りこんだけです。はい。写真ね、対応するときはね、対応するんですよ。携帯のスマホに入って、携帯のスマホのデータを一気にビャーってパソコンの方に送るんで、あ、これも使える、これも使えるとかって出てくるんでね。すごい美味しかったですよ。ミスジ肉、こんにゃく、ネギ、一味少々。ネギ多めですね。ネギ、美味しいですね。こういった時の。よっ。わかりづれ。これがちょっときつすぎるんや。ここの線が。まだこれぐらいの方がわかりやすいか。こういう風にした方がわかりやすいかな。まあ、写真、はい、消しました。これ言うとくとね、楽なんですよ。うわぁ、難しいぞ、絶対に。バランス的にも。うん。まあ、言うててもしゃあないんで。どの辺から書き始めたらいいんかな。はい。まあ、とりあえず5分かかってきます。はい、5分ですね。見てみましょう。はい。できましたね。久しぶりにやってしまったなっていう感があるんですけど、僕、これ出さんとやってましたね。これ。前にね、一回だけやってしまったんですけど、いかんせん、一回でやるっていうのを心がけてるんで、取り直さないんですよね、極力。いやー、ミスったな。まあ、とりあえず赤いところやっていきます。はい、書けましたね。いや、久しぶりにミスったな。そもそもね、絵自体がこんなに上手じゃないんで、あれなんですけど、合わせた場所、まあ、ここなんですよね。で、まあ、ここは打って、ここもあったかな。で、ここまで、途中までですね、ちょっと長く描きすぎたっていうところがありますね。こんだけ伸びてるんで。で、まあ、上も、
そんなにずれてはないかな、ここら辺まで。で、こっちから書いていったんですよ。ここを先に書いていったんで、これに合わせて全部下にずれたんですよ。なので、そこをちょっと移動させます。そうするとね、意外と合うんですよね。書いてて気づいたんですよ。よいしょ。合わせたのはここですね。そうすると、まあちょっとずれるんですけど、おおむね形としてもそんなにずれてはないかなっていう感じですね。まあもちろんここが合うし、お尻合うし、ここね、書き忘れてます。で、反対側の足も、ほら。まあね、ここはね、どうしても、もっと、こんだけのズレがあるんでね、ダメですけど、まあ、まあまあまあっていう感じかな。線画だけを見て書くっていう感じになってしまいましたけどね。はい、明日からまた少しポーズが変わるんですけれども、そちらでも頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。